人吉豪雨被災者支援小型仏壇無償提供ありがたい京とにですね今日もですねお礼の被災者様からお礼のハガキをいただきましたそれとですね昨日の日曜日八代市船長町にですねお仏壇を一揆お届けでございますこれからも頑張りますよろしくお願い申し上げます金箔が吹いてもはげない国産仏壇人吉熊八代足北仏壇支援隊 隊長長田幸樹でございます。2021年3月8日月曜日、今日月曜日ですね。はい。今ですね、5時49分の朝動画でございます。雨も止みましたね。外気は9度。静かな朝。月曜日のスタートでございます。<laughs> はい。まあ、ありがたいことにですね、まずですね、こうやってハガキは毎日にごってもらえよります。もう本当にありがとうございます。被災者様のお声ですね。あの、感謝申し上げます。大きく書いてあります、ね。 こちらの方が「お礼が遅くなり申し訳ありませんでした」「父と母もあ亡き父と母も喜んでいることと思いますありがとうございました」<laughs>「もうこちらこそですねもうこちらこそありがとうございます」でございます本当にですねありがたい直筆はがき嬉しいですそれとですね、えー、こちらえー、昨日ですね八代市船長町に「 お仏壇をですねこちらのお仏壇ですね新品棒をお届けしてるんですよ1年間の保証がつきますああもう今晩長を拝んでくださいそれとですねあまあ何べも言いますけど仏具もつけますからねこうやってこう仏具もつけて灰までつけてろうそくまでつけてみたいなですねろうそく盾ですかですねはい、まあ、そういう形でお届けに参りましたとても喜んでいただきました えー、八代市船長町 N 様にお届けでございます坂本村で被災やっぱ坂本博佳ですね坂本村で被災されて今は八代の船長町のみなし佳仏に入っていらっしゃいますでこれはお兄様からのご依頼でございましたあそれとですね手土産でですね竹細工を頂い,いた工芸をこれはもう大切に私取っときますねこれ見てくださいほら手作りなんですよ すごいっすよね、これ、あの言わせです、ね、これこは部屋に掛け取って、これ、上が駆けてがありますので、これにあの鍵、キーホルダーとか、そういうのを掛け取ってくださいとおっしゃられました、わかりました、ということで、ですねこれはもう大切に、これ全部手でほら、焼いてあるんですねこれいい、いい香りがするんですよ、竹と焼いた香りがですね、ああ、これはいいな、ありがとうございます、もう大切に使わせてもらいます、もうおこ心をいただきました。 はい、そういう形でですねお土産もいただきました大切に飾りますそれとですね何人よりもですねこれからもですねこの活動は継続してまいりますそのためにはですねお金が必要なんですよですからですねもう毎日毎日お世界しですいませんねはいでクラウドファウンディングあのこれホームページからですね当店の輪島式仏壇店のホームページ見ていただくとですねよっこらしょクラウドファウンディングそれとですねよいしょよいしょ クラウドファウンディング、えー、よいしょこ、よいしょ、すいませんね、段取りが悪くて、こちらですね、こちらをクリックしていただくとですね、あのもうご嬢材ですね、もう3000円からでも結構でございます、よろしくお願いします、この活動、末長く、これ、2年、3年続くと思うんですよね、一つ皆様よろしくお願いします、それとですね、こちらのお仏壇の人吉豪雨被災者支援、ここに書いてありますね、人吉支援利益還元ですね。 まあやっぱこれはお仏壇の通販サイトも始めましたでこちらからご注文をお仏壇のご注文をいただいてその利益をですね、被災者様に歓迎いたしますこちらをクリックしていただくとですね、画面が出てまいりますでこちらをまたクリックしていただくとこういう形でこちらからご注文という形ですね、あのー、これですねちゃんと我々あのただ送るんじゃなくて据え付けに参ります熊本県内でしたら無料 九州圏内でしたら6万円あのちょっと費用はいただきますけどその分ですね我々プロが2名をお伺いしてですねぴしゃっと据え付けまでいたしますのでひとつ皆様よろしくお願い申し上げますまあそういう形でですね一生懸命これからもですね頑張ってまいりますで何よりもですねやっぱ今日はこれを横ですねこれはですねはいもう何よりでございますはいじゃあこれからも頑張ってまいります、はいでここまで この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運運運ン、お祈り申し上げます。